さあそれじゃあ今回は探索編というわけで、チェインハーマーで破壊できそうな氷を探しながら探索していきましょう。じゃあまずは、以前ゾーラの服で触っちゃった氷のあるここ、これ降りながら回転切りってできるかな。できないな。よしじゃあ入ろう。おーっと、さあまずはデイ、おお気持ちいい。さあそしてぬ、これはまさかのパズル、これを解かないと先に進めないという、しかも何問かあるっぽい。マジか、これは時間かかりそうだな。じゃあまずはこれはあ、いや、ダメか。まず、これをこうして、こっちかな。うん、雪山の廃墟でやったのがちょっとは勉強になってるかな。よし、1問目は問題なくクリアできそう。よし、これミドナにヒント聞けるかな。無理だろうけど、うん。さあ門が開いて第2問、これはスイッチが2つある。そしてここだけ内側に1個入ってるんだね。ということはおそらくここに箱を止めて動かすということなんだろうけど、最終的な形はおそらくここかここに箱を置いた状態で2つのスイッチを押させるという感じになると思うから、どっちかな。対照的だからどちらでもいいと思うんだけど、まずはこの箱をこここうやっておいてからここに箱を乗せて、そしたらあれ、それじゃうまくいかないかな。まずは単純に考えすぎると良くないかな。まあいいや、やってみよう。これあれだね、あのなんか数学的な考え思考能力のある人だったら楽しいかも。さてと棒を切って、これで一つ目を押せるでしょ。そしてちょっと違ったかな。これをここに置くためには、なるほど、わからん。つまりここをこうか。これをこうして、ああクリアできそう。よかったよかった。やっぱりこの箱を置くのが重要だったね。こうしてこう、あとは右の箱を動かせばなんとかいけるかな。よし、さあ第2問はクリアして第3問。おお、広い上にすごくシンプル。これはつまり
すごくシンプルに考えていいのかな。ひたすらこうやって動かしていけば、あれダメかな。あとはあ、まずこっちか。そしてハンマーでーい。どっちが早いかな、押すのとハンマー。押すと、押す場合は、うん、押した方が早いかもな。ハンマーはぶん投げた後にすぐ戻せば、あー、うん、戻りが早いのはハンマーかな。あ、おう、よし。そしてこれをもう一回やるだけ。これ一番最初の問題の大きいバージョンだね。これ振り回すだけじゃ動かないのか。でーい。うん、2問目よりも簡単だったかな。さあシンプルイズベスト。さあ次は、お、いいのかい、もらっちゃって。さあハートのかけらを手に入れた、やった。さあそして念のため火は消していこうかな、消えるならね。ロックできない。消えねえしな。まあ逆に消えない方がありがたいから。あ、横にもしかしたら扉があるかも。なことないか。ていうかこの洞窟は何なの。まあいいか、いわゆる宝物庫的な感じかな。よし、じゃあ出ましょう。さあとりあえず一つ目の洞窟はクリアしたから、次スノーピークかな。スノーピークの中腹あたりに確か氷で阻まれてたところがあった気がするから、ゾーラの里側から行きましょう。そういえば獣人の話はどうなりました。うん、王子から通すようにと言われています。どうかお気をつけて。あ、ラルス王子はもう里に帰ってるんだ。じゃあ後で会いに行こうかな。王子がお待ちです。滝の真下にいる者がお連れしますので、玉座の前お急ぎください。お急ぎくださいと来たか。確かこの辺りだったよね。あったあった。さあここで変身を解いて、えい、うん、当たらない。おお、狙えない。さあまずはドカンと、おーっと、お前らか。じゃあこの辺りだな。よし、射程距離ギリギリからでーい。あっと、向こうの方が射程距離が長い。さあ氷には氷ガードでーい。わっ、お前ら邪魔。よし、さあここはブーン。わあ凍った。いいぞ。さあ飛んで火にいる氷の虫、届かない。これ結構ちょっと手強いな。まずは小物をやっつけて。よし、じゃあ回り込もう。ふんぬ、外もハンマー。よし、あ、しまった、危ね。こいつでーい。いいぞ。あー、うわー凍った、やりよる。
避ける。くーバカにしよって、ようやく当たった。さあ全滅させたけど新しいの出てこない。そしてあールピーが、お財布に入らない分は戻しませんかリンクさん。そうはいかない、財布がなかなかもうパンパンだぜ。どうしよう、お金を預けるっていうことってできないよね。まあしょうがないか。ひとまず夜になるまで待たないとダメかな。どのあたりにいたかな。確かこういうところにいたような気がするけど、今夜なのか朝なのかわからんな。ここにいたような気がするんだよな、気のせいかな。お、なんか雰囲気変わってきた。お、いるいる。よし、ここって入ったっけ。ちょっと覚えてないから入ってみよう。おお、時は止まっている。さあめっちゃ口パクッと開けた状態。あれ、ここは来たような、こういうまあいいや、わからないからやっつけよう。やらないよりかはやった方がいいや。さあ使えない影の結界。岩にぶつかるとダメなんだね。これは怪しい。ここはまだ来たことないかもな。おっと、何も出てこない。あら、わーっと。さてじゃあ極上のスープは飲み干しちゃって赤いやつに切り替えた方がいいかな。まあ正直言って赤いこのなんだっけ薬は美味しくはなさそうだけど、あ、8つしか回復しないんだ。あ、じゃあ極上のスープと変わらないんだね。そっかそっか、全回復じゃないんだっけ。なんかイメージ的に全回復なところがあったけど、なんだ、だったらスープのままでよかったんじゃないのかな。よし、ここはこれで OK かな。なんかちょっと怪しい感じがするけど、穴の中にさらに穴がというパターンもなくはないだろうから探してみる。ないっぽいね、さすがにそれはなかったか。じゃあ戻りましょう。さてじゃあ戻って、うん、これで外にいるゴーストはもういないってことだな。さああとは穴があるかどうかだけど、ゴーストがいないってことはおそらく穴もないってことなんじゃないかな。どうなんだろう、一応見て回った方がいいかな。大丈夫そうだな。あとは山頂の方に行ってっていう話になるんだけど、一応ゴーストがいないかチェックしようか。マップ、あと一体だけどこかにいる、スノーピークのどこかにいるということはどうなんだ、どこにいるんだ。うん、お、いるいる、ここのどこかにいる。あー、ここあったっけ、すっかり忘れてた。来てよかった。ハンマーとカンテラでーい。お、あ、食材。お、出た。
ちょっと、おお、お、持ってるだけでガードしてくれる。よし、オッケー。さあこれでスノーピークにいる幽霊を全部捕まえたってことかな。ゴーストのカンテラで、あ、そっかそっか、そもそもこれ振ることができないや。はい、さあお宝が出てくる。これはちょっとお金の予感がするんだけど、ハートのかけらであってほしい。ハンコでもいい。あー、お金だった。無駄になってしまった。今回だけで200ルピーも損してる。損っていうわけじゃないんだけど、もう二度と手に入らないからね。戻してくれればいいんだけど。じゃあ意味ないと思うけど掘ってみようかな。これは大したことなさそうだな。ハートのかけらとか出てくるパターンってあったっけ。今のところなかったような気がするけど。お、種が出てくるのは珍しい。うん、さあ、あと廃墟って全部取ったっけ。ゴースト、ちょっと覚えてないな。ちゃんと見てから出てくればよかった。一応念のためないね。ダブルカンテラってことはいかないか。お、お、なんだ、ご主、おお、おお、おめえ久しぶりだな。いや、多分一日も経ってませんけど。嫁さんもすっかり元気になっての。天気もええから雪せびりに来てるだよ。おお、仲睦まじい。どうだ、おめえもやってくか。ここはちょっといいえ。そうか、雪滑り楽しいのにの。かわいい。奥様、主人ったら雪滑りが大好きで、私もいつも競争の相手をさせられるの。なんかでも奥さんすごく速そうなイメージあるけど。あなたも主人の相手してくださると嬉しいわ。なんだそのくねくねは。ちょっと獣になりたいな。リンクが姿を消したらいきなり獣になっていたみたいな。さあ誰も気づかない、ヒーローだからね。おお、こりゃあん時のうまそうな狼じゃなあ。朝食にどうじゃ。まさかのお誘い。私朝からお肉はちょっと無理だわ。すごく現実的なお話をされていておっかないですけど。そうか、残念じゃろう。つうか、あ、まあ今夜だからね。そうだね。うん、うまそうなのにの、残念じゃのう。ふう、朝食になる前にまずは雪滑りを楽しもうかな。これもしかしたら競争して何かもらえるかも。あ、あ、そっかそっか、ここポータルがあるからすぐ戻ってこれるか。もう一回。うん、んー、どうした。雪滑り勝負ならいつでも受けて立つぞ。はい、よーし、じゃあオラの家まで競争だべ。お、いいね。お、お、あ、向こうロケットスタートがうまいぞ。これはさ、ショートカットルートを覚えておかないといけないよね。はっきり言えば直線で行くべきなんだけど、いわゆるなんかおーっと、やっぱりこういうとこ行かない方がいいよね。素直に行くべきか。あ、ちょっとこれはぶつかるような、あそういうこと、体格で負けちゃう。さあ重量級の獣人相手にどうするか。ここ飛んでいかないとまずいよね。ヒュー、あ、おーっと、さあここから、ふっ、かっこいい。さあ上の方に行きたい。あ、行けなかった、これまずい。獣人さん、ちょっと待って。おー、デッドヒート。でも結構ゆっくり行ってくれてるな。普通に行けば勝てそう。さあインを攻めていく。攻めすぎた、危ない、怖い。うん、ずしゃー、
俺は結構時間を短縮しないとご褒美はもらえないかな。さあフィニッシュ。いてえ何あいつかっこいい。わっはっは、俺は負けちまったど。おめえは筋がええの、勝負のしがいがあるってもんだ。また勝負したくなったら山頂に来るとええど。さあというわけでなんとか勝てたけど、特にご褒美がないってことはもうちょっと短縮しないといけないのかな。どうなんだろう。うん、雪滑りの最高記録は1分38秒ですわ。記録更新を目指すのもなかなか楽しいものですよ。実は私も雪滑りが好きですの。お、今度お会いした時は私とも勝負してくださいね。おお、奥さんの方が絶対速そうなイメージあるんだけど。いや、重い方が早く行けそうな気もするんだけど、どうなんでしょう。じゃあちょっと行ってみる。今回どういうルートで行けばいいんだろう。高いところ行くのがやっぱり正解かな。ちょっとよくルート見ておこうか。山頂ここでしょ。ここからこう来るのは、ここは大抵直線でいいんだよ。で、直線でこう来て、膨らまないようにこう来て、あ、ここだね。ここなんとか上登って、ここの飛び石を通っていかないとショートカットにならない。ここ飛び切った後さ、ここ、このルートがあるけど、どうなってるんだろう、これ。でもさすがに、このカーブをこう来るのと、ここを飛んでいくのじゃ、こっちの方が早いよね。だから、いかにここで、乗れるかって感じなのかな。よし。ワープ。え、ワープできない。なんで？あ、そっか。人の目の前だからか。隠れよう。あれ？なかなかこのワープも大変だな。うん、重い。ここで変身できませんか？まあ、ダメだ。ここさ、リンクが早く抜ける方法ないかな、これ。結構人に見られない状態でワープする大変だぞこれ。あー、ここならなんとかなる。さあそれじゃあもう一回勝負。おお、おめえまた来たのか。どうだべ、雪滑り勝負しねえか。はい、入って言いたいとこだけど、こちらの方は、主人に勝つなんてあなたとってもすごいわ。よろしかったら私とも勝負してくださらない？こっちが本命でしょう。ここはいいえ。あら、残念ですわ。また今度お相手してくださいね。よし、じゃあ奥さんやりましょう。はい。ふふ、決まりですわね。では私の家まで競争しましょう。さあ、どうやってこれは早く行くか。おお、うっそ、まさかの。うわ、なに、かわいい、悔しい。おお、すごい。おっと、おー、寄せてくる。なかなかやりますな、奥さん。私も負けておられませんぞ。さあ、前を取った。ふっ、よし、ここは丁寧に行って、キャオーとか言って、楽しそうに滑るな。ふう、自分の体一つで行くなんてすごく楽しそう。さあ、ここだ。シュッ、おー、空中で制御できない、リアル。さあどうする。さあここで左の方に行きたい。あそこだ。ふっ、行けた。よし、さあここで飛んで、おっと、やるね奥さん。ふっ、あー、これはしまった、敗北。そっか、ミスっちゃったらあえて落っこちることでもう一回リトライが簡単になるんだ。あー、喜んでらっしゃる。うん、はーい。さあこれは負けてはおられない。さあここだ。よし、なんとか乗れた。しかしちょっと壁をこすったか。あー、ちょっと奥さんやる。あ、負けた。今やってみて分かったんだけど、ジャンプのためを作るとちょっと左右への動きが悪くなる。ってことはためながら倒すことはできないんだ。
なんかちょっと時間経ってますね。あれもしかしてこのゲームってさ、落っこちることによって時間ちょっと進んだりする？なんことないかな。朝から昼になっただけか。奥さんが喜んだ時の動きが可愛いな。さあ3度目の正直、ジャンプをいかにうまく決めるかだな。ジャンプのため作りますよ。これあんまり動くなくなる。なるほど。あ、しかも速度がちょっと落ちる。やっぱりダメか。おー、そういうのあり？でもそれ多分、どうなんだろう、アウトコースに行って速くなるってことあるのかな。さあここ、ふっ、あーダメだ、どうしてもダメだ。なんか右、あーこんなにうまくいかないと。多分あそこ乗っていくと速度上がるんじゃないかなと思うんだけど。ポーズ、 B ボタン、やめるってことできないか。くそ落ちたい。ここ飛べ。お、あ、いやいや無理かな、これはさすがに。ジャンプがあんなに難しいとはな。角度的にはこれで、あ、今度は左に寄りすぎた。あ、くそ、なんでこうなるんだ。かなり難しい。あ、ここ、これはそういうこと？あの狭いところに飛び乗ってさらにジャンプすればちょうどいいみたいな。まず第一関門がここなんだよな。お、うっそ、奥さんの方が早い。これだったら下行った方が早かったじゃん。さあ俺は安定のここから。ここが結構難しい。ほっ、よし、ようやく行けた。ずしゃー、あっと、あー、いや、いやー、これかなり操作難しい。さあここは派手なジャンプはしないで下の方行きましょう。え、嘘、どこにも当たる要素があった。ジャンプした方があれに当たらないっていうことなのかな。しょうがない、ジャンプ力高いな奥さん。じゃあ俺は右の方から行きますね。ここだ。ふっ、おっとっと、あー一応こうなるんだね。でここからどうやってショートカットしていくか。上の方行った方がいいのかな。あー上の方が良さそうな気がする。あ、ここでさらに登っていくと、いや大して変わらんか。一応勝てそうな気がするけど。おー、うっそまくられたあそこであの加速すごい。おー、ヨーラーズ戻っていくんかい。さあ今回私の勝ちですね。ようやくゴールまでたどり着いたのに。あら、そんな悲しそうな顔しないでください。なんならもう一度お相手しましょうか。うー、くそー、はい、わかりました。それじゃあ早速山頂に移動しましょう。おー、自動的に行ってくれる。さあ諦めません、勝つまでは。でい、ショートカットルートは2種類あって、ただ上をキープしつけるのがいいのか、どうなんだろう。ジャンプもした方がいいのかよく分かってないな。さあジャンプはどうする。ジャンプはしない方がいいと思うんだけど、そうするとちょっとルート的に危ないんだよな。ここまっすぐ行けばいいよね。さあここからだ。ここは膨らまないように左側を行っちゃおう。さあなかなかいい感じ。おお、夕焼けが、雪山が輝いて綺麗。お、しまった、
あーやっちゃった。これは負けだな。今俺めちゃくちゃ真面目にやってますからね。あれ、いや、 やっぱりここなんかおかしいって。この判定がなんか明らかにずれて当たってるような気がする。あそこまずいな。なんか見た目の印象と違うところに判定がある。俺はかなり出遅れたぞ。奥様がさ、ルピーを弾いていくんですけど。俺のルピーが。あ、ここジャンプいらなかったか。俺はもう間に合わないな。ここで、うーむ、残念。うん、やっぱり無理するのはやめた方がいいかな。ショートカットだけを狙っていって、あとはまあ普通にやればなんとかなるんじゃないかな。普通にやるだけだったら俺でもできるでしょう。最高記録を目指したいところではあるけれど、まだシステムがよく分かってないかな。剣で振っていけば速くなるとか。さあここで奥様がちょっと追いついてくる。視点がここ見えないんだよな。さあここは自然と降りていく。さあインに入って、おっとシュッ、ここはどうなる。お、いい感じ。さああとはうまくコーナーを回って、後ろが見たい。とう、勝った。やっぱり普通にやるのが一番だな。さあ普通に置いては俺はすごい。リンクさんすごいわ。私結構自信があったのに。いやいや、俺10回ぐらいトライしてようやく勝てたよ。あなた主人と違ってスリムだから身のこなしも軽やかで良い滑りだったわ。ご主人さんは逆にあの体格でよくあの中心取れますよね。すごいよ。そうだわ、これ取っておいて。お、ハートのかけらを手に入れた。よかった。いやー、体力回復した。あのダメージの受け方が今までの激戦を物語ってますよね。主人には内緒ね。なるほど。さあ奥様のハートのかけらを少しだけ分けてもらって、またよかったら競争しましょう。楽しかった。うん、1分14秒ぐらい。また勝負したくなったら山頂に来るとええど。うん、結構大変だったけど、最終的には何の面白みなく普通に行っちゃうのが一番よかったっていう。まあ俺らしいっちゃ俺らしいかな。いやー激戦だった。じゃあ奥義を習いに行こうかな。あーそっか、ここできないんだった。じゃあ裏側に回って、ちょっと失礼。ここならどうだ、いける。はい、さあコーチお願いします。さあお前に伝える奥義もあとわずかとなった。以前にも忠告したが、今から伝える奥義も使い方を誤るとお前自身の命を削る危険な技だ。それでも技を身につけたいと願うか。はい、お願いします。だがその前に以前教えた奥義、居合斬りを使いこなせているかまた試させてもらう。さあどこからでもかかってくるがよい。さあまずは剣をしまう。そして居合斬り。
よし、確かに我が奥義を己の元で来てるようだな。さあ、第6の奥義、大ジャンプ斬り、しかと体に刻め。大ジャンプ斬り、これは奥義というよりもただ強くジャンプするとかそういうことなのでは。さあ、基本の剣技の一つであるジャンプ斬り、剣技の中でジャンプ斬りって基本なの？あれは攻撃力は高いが複数の敵の前では有効な技とは言い難い。っていうか普通に動く敵にも効かないですよね。ジャンプ斬りの構えで剣に力を込め、より大きなジャンプ攻撃をすると剣の放つ波動で周りの敵も攻撃することができる。なんか全然当たってなかったけど、これが大ジャンプ斬りだ。注目しながら A を押し続け、タイミングを狙って力を解放してみろ。なるほど、よくわからん。さすがコーチ、コーチがめっちゃ増えるちょっとでやー。さあ ZL 注目はどうした。この技もきちんと注目しなければ正確に切りつけることはできんぞ。だったらジャンプ切りもちゃんと狙ってくださいよ。さあちゃんと狙うぞ。シュッ、あれ、ちゃんと注目してないのやつ、お前か。おお、ちゃんと攻撃判定が残っている。何この集団なんかカツアゲされてるみたいな感じになってる。何をしている。注目しながら A を押し続けて剣に力を貯めるのだ。はい、貯めます。シュイーン、おデイ。力を貯めている最中は防御ができない。敵との間合いをしっかり取ってから注目しながら A で力を貯め、それから解放するのだ。わかりました。よし、じゃあやりましょう。あれ、ちょっと真ん中の人ができないんだけど。よし、いきますよ。おおお、かっこいい。なるほど、一番最初に周りを切りつけてから、しかも周囲をなぎ払う、そういうのやってほしかった。うむ、見事だった。今感じた力を解放するタイミングを忘れるでないぞ。第六の奥義、大ジャンプ斬り、確かに伝えた。なるほど。さあ奥義その6、大ジャンプ斬りを習得した。解放した波動で周りの敵を一斉に攻撃する。なるほど。でもジャンプ斬り、回転斬りっていうのがあるんだけど、まあいっか。お前に伝えるべき奥義も残すところあと一つとなった。お前にはすでに勇者に必要な力が十分に備わっている。力に裏付けされた勇気によって一歩一歩真の敵へと向かっていること、お前自身感じているのではないか。でもまだまだダンジョンいっぱいあるっぽいよ。自らの力を信じ、ひるまず迷わず突き進むのだ。また会おう。さあというわけでコーチから新しい技を教えてもらって、大ジャンプ斬り。なるほど、一番最初になんかこう周りをさ「テイ」ってやるんだ。結構無理のあるモーションのように見えるけど、意欲的にはどうなんでしょうね。ああなるほど、なんかあのジャンプ、あれできないかな。どうした。確かあの風のタクトの時にさ、リンクがこう、なんていうかな、4連攻撃で、ジャンプ回転斬りみたいなのやってくれるところあるんだけど、ないよね。あれやってほしいんだよな。あれがあればかなり強いんだけど、あと、これがあるからね、結構これが使いやすいから、どうしようかな。まあ、敵に囲まれそうになったらこれ使ってみましょう。おお、できるじゃん。大ジャンプ回転斬り。おお、これは完璧ですよ。さあ、じゃあ今回ここで一旦区切っておこうかな。次回は、城下町に行って情報収集しながら、次のダンジョンを探していきましょう。ハンマーで壊せそうなところってもうないよね。あと何かあったかな？例えばこういうさ、こういうところ？できないよね。やったらひどいけど。あと何かないかな？これで壊せそうなところ。まあ、ゆっくり思い出しながらやっていきましょう。
あ、試練の洞窟は、あれはアイテムが全部手に入ってから行こうかな。